鍋島直茂は天文7年1538年に鍋島清房の次男として誕生しました。幼い頃に主家である龍造寺兼家の命令で別の家に養子に出されました。しかし養子先と主家が敵対関係になってしまったので鍋島家に戻されています。この後龍造寺高信が当主になると、その実母の慶仁尼が直茂の父清房と再婚したため、主君と義理の兄弟となりました。一説には若い高信を直茂に支えてもらいたいと願う慶仁尼が直茂を取り込むべく清房を頼ったのではないかという説も。直茂の生母が高信の父と兄弟だったので、もともといとこ同士でもあります。高信は一度国を追われたりして周囲に信用できる人が少なかったので、直茂の存在はかなり頼りにしていたそうです。一時は龍造寺の二王門とも呼ばれ、仲もとても良かったようです。この頃の龍禅寺高信は急速に勢力を拡大しているところでした。やがて肥前の熊と呼ばれる彼の快進撃が始まっていたのです。そんな中、直茂は高信の下で知略を巡らせ、参謀として大きな役割を担っていきます。永禄12年1569年、高信の勢いに危機感を抱いた大友宗麟が侵攻してきます。この時直茂は高信に籠城を進言。すぐさま安芸の毛利氏と連携を取り、大友氏にこちらを攻撃させている間に大友領へ侵攻させるという奇策を仕掛けます。翌年大友氏と再戦、今山の戦いの時には籠城と見せかけて夜襲を決行。敵の隙をついて夜襲を仕掛け、攻撃の総大将大友近貞をはじめ2000人余りの敵兵を打ち破ります。この功績により龍造寺氏の中で鍋島直茂の地位は確固たるものになっていきました。やがて大村氏や有馬氏を下して肥前統一を成し遂げた高信は、息子の正家に家督を譲り隠居を宣言。この時直茂は高信に正家の後継人に任命されます。それほど直茂への信頼は厚かったのでしょう。しかし高信はもともと懐疑心の強い性格で、それが徐々にひどくなっていきました。家臣を誅殺したり、その一族を皆殺しにしてしまうなど冷酷な面が際立っていきました。自身も主食に溺れ、傲慢な振る舞いを繰り返すようになりました。そんな主君に臆することなく、直茂は高信に何度も諌言を繰り返しましたが、逆に煙たがられる始末。そして筑後を任せるとして直茂を自分のそばから遠ざけてしまったのでした。ここに来て高信と直茂の間に完全に亀裂が入ってしまいました。そしてそんな状態で天正12年1584年、龍造寺家と島津家のハイライトである沖田縄手の戦いを迎えてしまいます。鍋島直茂不在の状態で有馬島津連合軍との戦いに打って出ます。兵力では圧倒していた龍造寺軍でしたが、地形を巧みに利用した連合軍の攻撃に敗北。高信は島津氏の家臣に討ち取られ、命を落としてしまうのです。高信の秘宝を聞いた直茂は自害しようとしましたが、家臣に止められ思いとどまります。そしてすぐに肥前に赴き、当主正家のそばで龍造寺氏の立て直しに努めます。首を持ち帰り、その後島津氏が攻め込んでくることはありませんでした。一応島津に恭順することにした龍造寺家ですが、その裏で直茂は密かに時の権力者豊臣秀吉とも通じていました。秀吉が九州征伐を開始するとすぐ島津と決別。大友氏家臣の立ち話とともに島津攻めを成功させます。こうした直茂の姿勢は秀吉に高く評価されました。
秀吉の後押しもあり、直重は名実ともに龍造寺氏の実権を握ることになります。もう龍造寺氏の当主は、鍋島直重だと言ってもいいほど、彼の存在は大きなものとなっていました。その後、直重は加藤清正率いる軍に合流し、朝鮮出兵にも赴きます。あくまで直重は、龍造寺のためにという思いで軍を仕切っていました。しかしこうした様子から、直重が下克上をして龍造寺家を乗っ取るのではないかという噂が立ちます。直重が正家を毒殺するのではという話も出てきて、直重はそれを全否定する起承文まで出す羽目となりました。朝鮮出兵後間もなくして豊臣秀吉がこの世を去り、石田三成率いる豊臣方、西軍と徳川家康、東軍との対立構図が浮かび上がると、直重はすぐさま東軍の勝利を予測。しかし誤算が生じます。息子の勝重が西軍側についてしまったのです。直重はこれを諌めてすぐに離脱させます。そして九州における西軍勢力への攻撃を開始し、久留米城や柳川城を開城させ、立花宗重らを降伏させました。この働きが家康に認められ、鍋島家の領地は安堵されることとなりました。本格的に江戸幕府がスタートすると、直重と龍造寺家の関係も終わりの時が訪れます。龍造寺家では正家が隠居し、まだ若い高房が後を継いでいました。もう龍造寺家に領地をまとめる力はありません。江戸幕府からも鍋島家に領地をまとめさせるよう通達があり、龍造寺家の主だった家臣や、高信の兄弟たちもこれに従う姿勢を見せます。一人無念なのは高房です。江戸幕府に対し、龍造寺家に実権を戻すよう働きかけをしますが、聞き入れられるはずもありません。これに我慢のならなかった高房は、直重の養女である自分の妻を殺害し、自分も死のうとします。要するに抗議の無理心中です。高房は一応一命を取り留めましたが、直重は彼のやり方にショックを受け、同時に腹を立てたようです。この時、直重が龍造寺家に提出したお恨み状には、私は龍造寺家の皆さんに誠意を尽くしてきたつもりなのですが、これは一体誰に対する当てつけなのですか？話し合えばいいことじゃないですか。これじゃお家が本当に断絶してしまいますよ。今からでも遅くないので、直接お話をするつもりがあるならどうぞ。という直重の心情が綴られています。この手紙を読むか読まないかのうちに、高房は再び自害。なんとも後味の悪い前情劇ですね。直重もこれで強硬策に出られないと感じたのか、亡くなるまで自分で肥前藩主につくことはありませんでした。そのため、肥前藩の初代藩主は鍋島勝重ということになっています。しかし世間はその遠慮をなかなか認めなかったらしく、直重の死因について一騒動あったと言われています。それが鍋島化け猫騒動と呼ばれるものです。簡単に言えば、高房の飼っていた猫が飼い主の恨みを晴らすため化け猫になり、直重や勝重にたたったという内容でした。元和4年、1618年、直重は81歳という長寿ながら、耳に腫瘍ができ、激痛に苦しみながら亡くなったということから、高房のたたりじゃないかと考えられたのでしょう。もちろん、根も葉もない噂話ではありますが、こんな話が出てくること自体、世の中が平和になったと言える証かもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録にクリックをお願いします。